今の予算の間に219番でよろしいでしょうか。はい。主イエスのごときとは他にあらず、心を癒すものは他にあらず、我がもだよ知りて助けなうさむる。主イエスのごとき友は他にあらじ、かくもけだかき友は他にあらじ。いとも優しきものは他にあらぎ、我がもだよ知りて助けなうさむる。主イエスのごとき友は他にあらぎ、見てよりはなる時は耐えてあらぎ、その愛にもぬるのは耐えてあらぎ、我がもだよ知りて助けなうさむる。主イエスのごとき友は他にあらじ、主イエスにされしもの耐えてあらじ、求めて得たりしもの耐えてあらぎ、我がもだよ知りて助けなぐさむる。主イエスのごとき友は他にあらぎ、かくもよきたまものは他にあらぎ、天国に昇る道は他にあらぎ、我がもだよ知りて助けなうさむる。主イエスのごとき友は他にあらぎ。それではローマ人への手紙の4章の16節、ローマ人への手紙の4章16節、ローマの信徒への手紙の4章16節から16節まで一緒にお読みします。どうも、まだ出てない。扇風機でどこやったかな、あの使徒行伝の次、うん、福音書があって使徒行伝があってローマの4章の、16節ですね。ちょっと風がいいでしょうか。はい、そのようなわけで、ね、世界の相続人となることは信仰によるのです。それは恵みによるためであり、こうして約束がすべての子孫、すなわち律法を持っている人々にだけでなく、アブラハムの信仰に倣う人々にも保証されるためなのです。
私はあなたをあらゆる国の人々の父とした、と書いてある通りに、アブラハムは私たち全てのものの父なのです。このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのです。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこの世になると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためです。17節を見ますと、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方、ないものをあるもののようにお呼びになる方、これ新共同訳では存在しないものを呼んで存在させる神、存在しないものを呼んで存在させる神と書いてあるのです。これを今の科学に照らして考えながら読むと、実に凄まじい言葉だと思います。私たちはアインシュタインの相対性理論ということを、文系の人間でも聞きかじったことがあるわけですけれども、すなわち E イコール MC 事情、すなわちエネルギーの量というのは、物質の質量に光の速さ、光速の2乗をかけたもの、に等しい、ね、エネルギーの量は物の重さに光の速さの2乗をかけたものに等しいということが今日今正しいことが知られています。その目に見える形での実証の一つが原子力ということですね。私たちは通常物を燃焼させたり落下させたりしてエネルギーを得ているわけです。火力発電や水力発電もそうなんです。しかし、原子力の場合はその物質のですね、原子そのものの形が変わってしまうわけです。しかもその組み合わせが変わるだけで、なんていうかな、質量が変わってしまうわけですね。原子力ではウランやプロトリウムの原子そのものが別の原子に変化して、原子の重さ、質量がわずかにこう消滅するわけです。その時に莫大なエネルギーが放出される、ね。わずかな質量ですけども、それに光速の2乗、もう非常に莫大な数値をかけただけの途方もないエネルギーが放出されるわけです。1円玉1個程度の質量で原爆というような威力のものになるそうです。理論的にはこのエネルギーから逆に質量のあるもの、すなわち物質を作ることも可能なわけです。理系の頭の方はいかがでしょうか。解説して教えていただきたいです。創世記1章にも、創造主なる神様は無から有を創造なさったことが記され、神が光をあれと言うと光があったと掲示されています。その際時空ができたとも考えることができるでしょう。存在しないものが存在するようになるには、想像を絶するようなエネルギーが必要なのです。そんなことをすることができる神がいるとすれば、まさに死者に命を与えることも可能であるに違いありません。そのようなことを背後に思いつつ、アブラハムが信じたのは存在しないものを呼んで存在させる神であったということを把握したいと思います。呼ぶということは命あるものの行為であります。創世記一章では光をあれと言うとと掲示されているわけです。その神様は人というものをご自分にかたどって創造されたわけですね。ですから、人間は物言わぬ冷たいものではなく命があるわけです。聖書は一貫してその無から有を呼び出すお方、神様が命ある人格をお持ちの方として人間に
私たち人類に関わり続けてくださっていることを、まあ、掲示しているわけであります。読んでいただいた、読んでないか、創世記の17章にですね、アブラハムの再証明の記事があるわけですが、神様は私たちにも語りかけてくださるお方なのであります。その神様がローマ人への手紙を見ると、アブラハムとその子孫に、まあ、世界を受け継ぐことを約束されている。ローマ人への手紙の4章13節、その約束は立法に基づいてではなく信仰による義に基づいてなされたと聖書に記されているわけです。私たちにとって大切なのは、私たちもイエス・キリストのおかげで信仰によるアブラハムの子孫とされているということですね。ですからアブラハムと同じ約束に私たちもイエス・キリストにあって預かるものにされている、アブラハムと同じ約束に預かるものとされているのであります。ロマ人への4章16節、世界をですよ、受け継がせる、相続させると聖書には記されているわけです。この世界は世ですとか宇宙とも今日的には訳すことのできる言葉です。なんと壮大な言葉でしょうか。聖書を通して神が私たちに告げることはなんと壮大なことでしょうか。存在しないものを呼び出して存在させるといい、世界を受け継がせる約束といいですね、あまりにもこう壮大すぎて私たちにはピンとこないわけですね。ですから聖書に掲示されているそのままにそのようなことをなするお方が神様なのだと私たちはまあ信じるほかないわけです。一方、そのような神がおられて生きて働いておられるはずなのに、私たち人間は全くその神を否定して生き抜くこともまあ可能なように、神様は世界を作っておられるとも言えるわけですね。そのことはですね、アブラハムの時代からすでにそうだったわけです。ですから神様はわざわざアブラハムに現れてアブラハムに語りなさった。そうでないとこの世界を人間の目で、人間の理性の目で見たときに、創造主なる誠の神様がいらっしゃることがまあ、分からないわけですよね。ましてやその神が全能なる神様で、義なる神様で、私たち人間を愛してやまないお方だなどということは絶対にまあ分からないわけです。ですから神様からの啓示、神様の側がご自分の言動によってまあ隠されているご自分を明らかにされるということとして、私たちに聖書が与えられているわけであります。例えば聖書のホセア書というところにですね、預言者ホセアが、まあ、とんでもない悪女ですね、身持ちが悪い女を、まあ、妻として愛し抜くということが記されているわけです。神様が人間を愛するというのは、まあ、まるでそういうふうなもんだというわけですね。イエス様も放蕩息子の例え話、ルカの15章11節でそのことをお話になりました。お父さんがまだ生きているのに、死んじゃった後にもらうはずのお父さんの財産を、財産だけくれって、ね、もうとんでもない無礼ですよね。そういうこう非礼の果てにその財産をもうバカなことに使い果たして、ようやく父親のところに帰ってくる、そういう放蕩息子、その放蕩息子を父親は喜んで我が子として迎え入れるわけです。イエス様は神様と人間の関係をそのように教えてくださっています。存在しないものを存在させる神をアブラハムは信じたとありますのは、彼が謙遜に、人間が神に対しては放蕩息子のように許しを乞い、その懐に帰るしかない存在なのだということを
受け止めているということに他ならないと思います。大切なのは私たちの信仰の確かさではなく、私たちを相手としてくださる神様、ね、の確かさです。アブラハムの生涯とて、まあ、失敗の連続でありました。75歳で約束の地に入ったものの、85歳で大きな失敗をしたわけです。その次に、アブラハムが語りかけてくださったということが聖書に記されているのは、まあ、85歳の失敗があって、その次神様がアブラハムに語りかけてくださったのね、99歳ね、その間一体何だったんだろうか。ではそれまでの十数年は無駄な時間だったっていうことになるのでしょうか。あるいは時間をかけてアブラハムが受け止めていく何かがあったのでしょうか。それは私たちには分かりません。私たちができることは、私たちの本質的な部分としては、自分が神様に憐れみを恋い悔い改め、神様がしてくださることに期待を寄せること、神様に期待し神様がしてくださることに期待を寄せることのみなのであります。本当に信仰を持って祈って生きていきたいと思います。